さあ皆様お待たせいたしました。今日はここ市民球場にて注目のエキシビションマッチが組まれております。それでは早速参りましょう。まず三塁側阪神タイガース、先発投手は横山、コンディションは良さそうです。そして対する一塁側オリックスバファローズ、先発投手は山崎、本日好調、いい投球で。まずは1回の表、今日の先発マウンド上は特殊能力スロースターターがついている山崎、初回をうまく乗り切ることができるかがポイントとなりそうです。さあ注目のゲームが始まります。打ちました、ボテボテのセカンドゴロ、アウト。これでワンアウト、0対0で迎える2回です。そして迎えるバッターは打った、二塁送球、二塁フォースアウト、これでワンアウト。ここでバッターは中谷、背番号60、中谷正弘、一塁牽制、タッチはセーフ、打ちました、二塁送る、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレー、これでスリーアウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。2回の表が終わって0対0同点です。バファローズ追加点のチャンスを迎えました。ここでバッターボックスは鈴木、このまま行く、取りました、これで3アウト。2回が終了して1対0、バファローズまずは先制しています。タイガース大展開迎える3回です。そしてバッターは直球空振り三振、そしてバッターボックスは上田、さあ次で決められるか、打った、痛烈な当たり、一二塁間、カット前へ送る、上田ヒットだ、ヒットになった、これで2打数の1安打。そして迎えるバッターは打った、センターへ飛んだ、ヒット、西岡安打を放ちます、チャンス拡大。ここでバッターは対左投手 F がついている高谷、強い当たり、抜いていった、上田三塁回った、続いて二塁ランナーもホームイン、逆転、面白い展開になってきました、2対1。バファローズリードで迎える4回です。ここでバッターは鈴木、真ん中に送ってストライク、第2球は直球はストライク、軽く追い込みます。さあ外してくるのか、打った、ロサリオボールを取った、アウト、ロサリオファインプレーを見せました。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。タイガース大展開迎える6回です。ここでバッターボックスは板山、打ちました、破った、外野からいい球返ってくる、板山ナイスヒットです、今日初めてのヒットになりました。さあここでバッターは特殊能力チャンス B を持つ中谷、打撃力もアップ中、期待がかかります。初球は打ちました、ピッチャーこれは守備範囲内、アウト、スリーアウト、チェンジ。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただきましょう。6回の表が終わって3対2バファローズ同点のピンチをしのぎます。バファローズリードで迎える6回です。そしてバッターは鈴木、まずは出塁なるか、打ちました、いい当たり、センターの後ろワンバウンドヒットになった、鈴木二塁も狙う、鈴木ツーベース、初安打。バファローズここは代打を起用してくるようです。バッターは園部、リードを広げておきたい、1球目を投げました、打った、ファールボール、ボールカウントノーボールワンストライク、カットボール空振り、さあ最後は得意の変化球で仕留めに行くか、あと間一発かわしました、ここは慎重に行くか、打った、ライトへの浅いフライになった、ヒット、バックホーム間に合うかどうか、二塁ランナーホームイン、バファローズさらに1点追加、5対2。先ほどの得点シーンをもう一度ご覧いただいています。さあここでバッターは特殊能力チャンス B を持つ陽川、あっとどうだ、破っていった、サードへ送球、タイガースさらに1点を返しました、陽川タイムリーヒット、これでワンアウトランナーは1塁3塁。それでは先ほどの得点、バファローズ
ここは中間守備を取りました。投げました。初球スクイズ、サードボールを掴んだ。スクイズ決まった。タイガースゲームを振り出しに戻しました。5対5。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。ここでバッターは特殊能力チャンスが M のロサリオ。この状況下ではやや能力がいい当たりだ。佐野走る、落ちた。ヒット、タイガーここで勝ち越しました。6対5。今の勝ち越しのシーンリプレイでご覧ください。バッターは9番鈴木。鈴木康平、1球目を投げました。ここで打った。どうだ。センター後方ワンバウンド、1人だった。鈴木ヒットを放っています。これで今日は4打数の2安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。そしてバッターボックスは伏見。そのバッティングで点差を広げていきたい。ストレートはストライク、カウント1ストライク。投げた、バントしました。ピッチャーへ転がした。二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー。2アウト。タイガース何としても得点を挙げたい9回です。さあ空振り三振、榊原3球勝負で仕留めました。そして迎えるバッターは打ちました。これはゲッツーか。セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ。バファローズ勝利をもぎ取りました。バファローズ見事勝利を収めました。苦しんで苦しんで最後は僅差で逃げ切り。さあそしてバファローズファンの皆様、よろしいでしょうか。ヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に素晴らしい活躍を見せてくれました。